こんにちは、柴田です。今回はギブソンのレスポール3種類を鳴らし比べていきたいと思います。今回登場するのはこの P90 のレスポールスタンダード、そしてハムバッカーのギブソンレスポールスタンダード、でもう一個ですね、この P90 のギブソンのレスポールスペシャルですね。この3本を鳴らし比べていくんですけれども、まあメインはねこの子になります。こちら2020年のギブソンレスポールスタンダードの P90 ゴールドトップです。多分ねスタンダードの P90 は僕の動画はね初登場じゃないかと思います。ここ最近ね、まあ、2020年代ぐらいから結構ねこのね本数が増えてきたのか、中古市場にもですね上がってきております。売りとしてはですね、ノンウェイトリリーフと、まあ要はですね軽量化がされていないというのをね売りにしてるんですよ。まあ2010年代はね結構ねギブソンもいろいろね動いてたんで、まあ僕も持ってましたが、まあタップがついてたりとか、まあウエイトのねリリーフでスリムテイパーのネックだったりとかっていうね、ちょっと変わった仕様に挑戦してたんですけれど、またオーソドックス方面に進み始めたなという風な感じです。ネックもねしっかりしますよ。で重量もドシーンと4キロを超えているという風な感じになっております。まあ、今回はハム、P90、そしてスペシャルという風な流れで音を鳴らしていきたいと思います。でこの P90 がどういう風な特徴のサウンドなのかっていうのを聞いていただきつつ、まあ、このねボディが薄くてトップにメープルがないスペシャルの P90、どんな差があるかっていうのもねちょっとお聞きいただきながら探っていきたいと思います。では生音いきましょう。まあギブソンらしい重厚感のある感じ、やっぱネック太いしね、いい音になりますね。でこちら94年ですね。うん、さっきの方がね太い、まあ、年月経ってるんで、まあ、フレットが3減っちゃってるからちょっと木っぽいっていうかね枯れ感は出てますね。重心はねさっきの方がね低いですね。まあ、年代にもね寄ってくるんでね、おこれはねめちゃめちゃ軽いです。おお、ちょっとねこれマイクで撮った時にねどういう風な違いが出てるかわかんないですけど、結構違うけど出音はね似てるように感じます。何が大きく違うかっていうと、やっぱね出てる場所ボディが薄いんでこっち寄りからね音が鳴ってる感じっすよね。これもねネックは太いんですよ。うん、ネックの方から軽快になってるっていう風なイメージですかね。多分ね生音のような感じそのままね出音ね出てくれるんじゃないかなって、そんな感じはしますよ。ではハムバッカーをクリーンで、スタンダードっていう感じですね。まあオーソドックス、90年代のねレスポールスタンダード、このハムねやっぱオーソドックスです。では P90 ですね。こっちの方がねネックが太くてね太めな音が出そうな感じですよ。リアからいきましょう。やっぱ
若干出力は落ちます、うん、でもこの綺麗な響き、いいっすね。これぞ P90。 ミックスのこのグリーン感も、感じがしていいんですけど、この辺がね、まあ、でもまあ、個人的にはやっぱね、ちょっとボフが過ぎるかなっていうとこなんですよね。まあ、それでこのね、僕のねスペシャルに関しましては、フロントのピックアップをですね変えてるんですよ。まあ、先ほどのはですね全てオリジナル状態ではあるんですけれども、これはねフロントだけファンクおじさんピックアップにね交換しております。ではリアからいきます。すごいボディの薄さがねそのまま音に反映されてて、重厚感の部分がねスポッと抜けて、より軽快になってる感じですね。ミックス、足りなさはありつつも、歯切れだったりとかこうエッジ感っていうのが目立ちますね。でフロント、これはファンクおじさんピックアップです。ここら辺のね、コリコリ感、これがね、めっちゃ好きなんですよ。で、フロントでもカッティングができて、なんていうかファンキーな感じの音というか、よりシングルに近い。ギブソンとはね、どっちかというとジャズで弾くような感じのこのボフ感のあるフロントなんですけれども、これはなんか、まあ、テレだったりとか、なんかそういう風な、まあ、イメージというかね、印象ですかね。この辺はね、好みなんでね、まあ、自分はそういうちょっと軽快な感じで弾くギターにしたいなっていうのがあったんで、ローがね気になってたんでちょっと交換いたしました。では次はね歪み行きましょう。オーバードライブですね。
道、王道です、ザ王道。甘さというかちょっとムーディーな感じ、P90 のフロントはやっぱね、ギブソンはねそこを狙ってたんでしょうね。そこがね好きかどうか、まあ、僕の場合は、まあ、エッジ感が欲しかったんですけど、まあ、それはねテレだったりとか、まあ、フェンダーの方に任せりゃいいじゃんっていう風な、まあ、考え方だったんでしょうね。ではスペシャルいきます。バイト感というかね、こういうのがねやっぱね個人的にはね欲しかったんで、こっちのピックアップにね交換しました。同じ P90 ではございますが、ギブソンの方が甘くてムーディーな感じで、エッジ感の効いてるファンオーズピックアップと。なのでこの P90 のスタンダードを狙い撃ちで行く人はやはりですね、ちょっとフロントでムーディーな音が欲しいと。まあ、でもレスポールのスタンダードでこうカッティングもねおしゃれに決めていきたいと。でリアの方はコリーンとした感じで抜けよく出てくれるから、レンジの幅というかジャンルの幅はねこっちの方がねハムよりもね広がるんじゃないかなというふうなところですかね。意外とね面白いね比較になったんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。